私の今回そのお話が私が聞いた中で一番怖かった話がありまして私の母が実際に体験したお話なんですけど、あのー、母は昔からちょっと体が弱くってで。 小学生くらいまでは平気だったらしいんですけど。中学生は本当に入退院繰り返して。<ー>で、中学一年やり直したぐらい、本当にずっと学校に行けなかったみたいで。中学生でやり直すって、結構本当に学校行けなかった。全然行けなかったみたいです。あ<ー>まあ、本人の希望で。中学校もう一年やっぱり。ちゃんと勉強したいっていうところで、<ー>まあ、その後のうちのうちあの高校にも行ってるんですけど。まあ、その一番体調が悪かった時期に、なんとか。 治してあげたいっていうふうに、まあ、東京の大きい病院でしたりとか、まあ、いろんなところを転々としても結局よくならなくて、うん、で、まあ、うちがその霊媒師の家系っていうのもあってわ、まあ、らにもすがる思いで霊的なものもあるかもしれないからっていうところで私の、えっと、おじおじじゃないかおじいちゃんに、まあ、聞いてでそしたら。 その母の実家の場所が悪いって言われてしまって母の実家の場所場所のその気の流れがすごく悪いっていうふうに言われてしまってちょっとあの海岸沿いなのでまあ多分海とかはねたくさんいるのでそういうのも多分通りやすいのかなっていうところなのですごく私はあの母の実家大好きなんですけどでもまあそういうものもたまりやすい。 っていうところで、一回家全体をお祓いをして、うん、で。家の中にある目鼻口があるもの。全部封をして、お焚き上げをしよう。え目鼻口があるもの。<laughs> はい。例えば、人形とか。人形とか、あとはぬいぐるみとか。あとは、なんだろう、なんか。何銅像とか、ああいうものとかも,も、全部含めて。<ー>目鼻口があるものは、全部魂が入りやすいので。 そっか気がよくない場所で、はい、そういうものが入りやすいものだから、はい、全部それを一回しようってことだったんですね。いはい、でし終わる前からずっとなんかあの階段を上ったり下りたりっていう音が聞こえたり屋根裏からちっちゃい足音がトコ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 っていうふうに夜聞こえたりとかっていう不思議なことがずっとあって。うんうんで それもあるから余計にまあ封してこれで安心だねっていうふうに言ってでなんとか病気の方もいい方に向かっていけばいいって思ったその日の夜にまあその日はしっかり眠れたんですけどその次の日からちょっと怖い1週間が始まってしまってお祓いが終わったあと1週間ですか、はい。怖い1週間が始まってしまってあの幽体離脱 を寝ている時にしてしまってうん、うん、お母さんが寝てたらまあ金縛りにあってでオフとのその被ってる物事を浮いたらしいんですよ、えー、体,だ体だけじゃなくて体だけじゃなくて全部が浮いちゃってこうゆらゆら揺れていろんなところにぶつかっちゃってうん、うん、でそれでま多分上まで行ったら戻ってこれなかったっては <laughs> 言ってたんですけどぶつかってその標紙で全部なんか物とかも起こっちゃったらしいんですよ。えー ででそれでまあなんとか体に戻ってこれたけど朝起きたらいろいろ物が落ちてるっていう<っ>地震とかも何もなかったのに物が落ちちゃっててあやっぱり浮いちゃってたんだなっていう、うん、でおかしいなってなって <laughs> お祓いをしたのに平気だったはずなのにで1日目は平気だったのにどうしてこんなことになっちゃってるのかなっていうところででまたおかしいなって思いつつももう一回、まあ、また次の日もう寝たら。 えっと母の部屋が2階にあってで2階を上る音が聞こえてきて夜中に。で金縛りにあっちゃっててでなんでこんな今までそのお祓いをしてなかった時と同じような現象が起きちゃってるんだろうって思いながら襖がスッと開いて自分の目の前に何かが立ったらしくって。 どうしようって思ってたら母の小指をちっちゃい冷たい手がキュッて握ってでびっくりしてパッとその握ったものを見たらすごいボロボロになった自分が持って大事にしてたフランス人形の子が小指を掴んんでで振り回されたんですって、えー、<laughs> 人形にお母様が振り回された振り回されれたんでで、ですってでそれで もうそこでもう怖すぎて気を失っちゃったらしくってで夜、まあ、終わって朝その日パッと起きたらその自分の小指のところにあざができてたっていう振り回されたってえもう体全体がこう全体でぐるんぐるんになっちゃう,もうボンボンにされちゃったもうタオルをこうブルンブルン振り回すぐらいな感じで <laughs> すごい本当に振り回されたそうなったらもう小指とかも肩じゃ済まないじゃないですかだから不思議な話で,でまず、まあ、そんな体も んんなもんなもので、ええ、フランス人形自体がそんな力もまずないでしょうっていう、うん、だから本当に不思議なものがついてしまって<で><で>起きたら朝ができちゃっててでやっぱりその人形は全部封したはずなのでおかしいなってなって、うん、おたき上げをするために一時置いといたお寺の方にもう一回行ったんですよ。はいはい、そしたら 封が開かれちゃっっっててて人形がポロンって置いてあったんですよ段ボールの上に全部封してなんでこんなとこに置いてあるんだろうってなってでそしたらどうやらその近所の人がいろんな新しいものだったりとかその人形とか綺麗な状態だったのでその綺麗な人形をもったいないから捨てるんだったらもったいないからうちがもらうってうちの娘に持っていくからって言って。 持ってってちゃったらしいんでまあ勝手に持ってっちゃったけどその後この人形はこれこれこういう理由でここにあるんです」っていうふうに説明をしたら気持ち悪がっちゃってまあちゃんと手順を踏んだね返し方をすればよかったんですけど適当に置いて帰っちゃったんですよ。 でもすっごい可愛くて綺麗な青い目の金髪のフランス人形でお母さんも毎日串とかしたりとか大事に扱ってたのに本当にボロボロになっちゃってたらしくってもうなんだろう化け物になっちゃってるっていうその表変しちゃうなんか映画のチャイルドプレイってあるじゃないですかお母さんが「あれはもうその見たま,ま,まんますぎて見れない」って言ってて。 <laughs> だからあいあれを多分イメージしてもらえるととってもわかりやすいです人形も今まですごく可愛がってくれて、うん、自分も慕っていたのに、うん、突然捨てられて、うん、お竹揚げっていう風になってしまうっていう時に<ー>もうその今までお母さんを持っていた愛情がもう憎しみの方に変わってしまったってことなんですね、うんうん、そうなのかもしれないです表情も変わっていた、うん、すっごいおっかなかったって言ってたのでだからまあそういうのが心霊体験が7日間続いて でまあなんとかおたき上げをちゃんともう一回封をしてもらってもうその場でしてもらってでなんとか体の方も良くなってきてで今は本当にお母さんすっごい元気なんででも本当にその背骨が曲がっちゃう病気だったんですけどそれをちょっと私もついちゃっててでよく整体にも行ってるんですけどそれがだから私も同じ気質がちょっとあるので。 怖いなーと思って人形嫌いなんですよ。<laughs> だからこの番組に出させていただくときに後ろにあるから怖いななんて思って。<laughs> ちょっとごめんなさい。笑っちゃいけないんだけど、もうキャラクターが良すぎて <laughs>。なんで怖いなーと思ってっていう。怖,怖か。でもね、ちょっと大丈夫そうなのでこれは良かったなと思って安心して今ここに入れるんですけど。あれですか。でも本当に。 一週間は。そういったことが続いた。うん、その一週間っていうのは、人形をしっかりお焚き上げをするまでの時間だったってことなんですか。お焚き上げ。そうですね。だから、お焚き上げするまでに、その怖いことがあって。最終的には、その人形が。なくなって、なんとか、全部終わったんですけど、それまでに。あの、ちょっと、私も時系列が母から聞いた話なので。微妙なんですけど。うん、私のおじいちゃん、だから、私の母の父。が、ずっと、はい。 あの母が墓の上で座ってるんだ夢の中でって言っていて、うん、でそんな夢をずっと見るから私の母を連れていかれちゃうんじゃないかってずっと不安だったらしくってでそれをまあ不安だからこそ母にも話せずでまあなんとか早くどうにかしたいからおたぎ上げしたのに。 それがまだ夢が続くからおかしいってなって、うん、私のおじいちゃんもおかしいって思ってたらしくってでも部屋別々だったのでそんなことが起こってるとはお互いに知らずなんとかその全部終わってからお互いにその1週間くらいがずっとその自分の娘がお墓の前に寝ている夢をずっと見続けてで母は人形だったりあとはなんか動物かなって思ったのに 結局誰が入ってきたかわからないとかが結構あって寝ていてでも家族的には5人家族なんでみんな寝てるんで誰っていうのがあったりとか<ー>なんか本当にいろいろあったっていうでもその1週間後しっかりおたき上げが終わったらそういった霊体験がなくなってななでその、まあ、お父様おじいちゃんも、うん、お母さんがお墓に座ってるっていう夢は見なくなった見なくなくりりましたあじゃあやっぱりそれできしっかりと まあ、お祓いができたってことなんですか、ね。たぶんだから、それを放置し続けてしまっていたら。もしかして母は。若くして、連れてかれちゃっていたのかもしれなくって。で、そのお母様のご実家っておっしゃってましたけど、ってことは。そのおじいちゃん、お父さんですから、一緒に住んでたわけですよね。うん、そうですね。その一緒に住んでる家の気の流れが良くなかったっと、ね。よくなかったっていう、その場所が良くなかったみたいで。 それがやっぱお母様の方に全部いってしまってたっていうてはあ、い、<ー> <laughs> 父親ながらにやっぱりこれが娘の方にいってるんだっていうことでじゃあもう本当にもう全部もう総特会じゃないけどもお祓いしなきゃってことになったわけですね。うん、そうね早くもう一刻も早く娘を助けたいっていうことで急いでやったんですけど一回目は失敗しちゃってるんで <laughs> お人形がねってきちゃっていて。<laughs> でそ,のそういう場所にある明派な口があるものっていうのはそこにグッとこう入り込んでしまっていてそれを全部処理しないとよくないんだっていうそうですね一回もう多分そういうものに触れてしまったお人形とかはできるだけお炊き上げはした方がいいと思います。 まあね、お母様がすごく大事にしていて、可愛がってた人形なので、うん、まあ人形にね、本当は罪はないのかもしれないんですけど。で,ね、でも、そういうことをしないといけないんですね。はい、いや、すごいお話でしたね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> グループに所属してた時に、まあ、ホラーの。 メンバーがそれぞれいろんなホラーの話を短編で撮っていくっていう話があってで私もそのキャストに選ばれて、はい、あの実際に撮影をしてたんですけど、まあ、その物語の内容が一松人形の女の子を これぐらいの人形ですね髪の長い市松人形の女の子を、まあ、子どもの時から一緒に過ごしてきたけど、まあ、自分が、まあ、その独り立ち、まあ、あの家を出て1人暮らしをするっていうタイミングに今までずっと一緒にいたけどその新しい場所には連れていけないからさようならって言ってこう家に置いて実家に置いてきたのに新しい場所の家に。 こう住み始めてても気がいいたたらいるっっ話だったんですよあ人間がついてきちゃう,、ね、うでうで,で,ゃうで,でも持ってきたはずじゃないのになぜか段ボールに入ってて気持ち悪いじゃないですかだから「ごめんね」って言って捨てるでも次の日になったらまた戻ってきてるっていう話だったんですねまそういう物語だったんですけどその物語の中でまあその。 何度捨てても帰ってくるっていうシーンの一つの中に、まあ、気づいたらあの椅子に座っっっててるいうシーンがあったんですよ、はい、でも市松人形って基本立ってるので、はい、座らせることができないんですね、うん、なので、まあ、監督さんとか美術さんが「まあ、ごめんね」って言いながら、まあ、ちょっと足と手をちょっと折って <laughs> もうこれがもうちょっとよくなかったんだなっていうのは思うんですけど。はいはい、えなえ何があったんですか <laughs> ですね、はい、でそのシーンの撮影が終わって「じゃあ,あの映像確認します」って言って映像確認してたらスタッフさんが「ええっ?」とか言い出してこれ「これちょっと待って」みたいな「ちょっと確認します」みたいななんかちょっとざわついてて「はい、どうしたんだろうな」と思って見てて「どうしたんですか?」って言ったら「あーちょっと映像なんかトラブルみたいなのがあって」って言われて「大丈夫ですか?」って言ったら「 おこわ怖いの大丈夫ですか?」って言われて,て「いや苦手ですけどでもちょっとこんなちょっとバタバタして気になりますね」って言ったら「うん、じゃちょっと一緒に映像確認しましょう」って言われて、はい、映像確認しに行ってまああのすごいあのイヤホンつけて「ここのシーンなんですけど」って言われてあの流されたシーンが、まあ、その市松人形の女の子がまあ、その座らされてしかもこう骨をこう折るだけじゃ座らなかったんで若干こう。 巻糸あの紐とかでちょっと縛り付けられてるシーンで、まあ、その子が映った瞬間にそのシーンの映像で痛いっって入って入たんですよこれは実際私も聞いたしそんな編集する時間も絶対なかったのであの実際にその女の子が椅子に縛られてるシーンのところで「痛い」って入ってて結構幼い女の子の声だったんですけど。 痛いって声が入っててでその監督は結構霊感のある方だったみたいであまあ多分この子は多分一人で切ない思いをしてきた子だから僕が連れて帰るよって言って監督さんが責任を持っててに連れて帰りましたすごい話ですね。<laughs> そうですね、痛いって聞こえましたね私はどこかで実際に流されたりとか出てないそれは公開はしなかったですね、まあ、あくまでドラマの撮影のドラマだけでパッケージされたものだったので<ー>ねっはいごすんませいどういったごめんなさい声だったんですっもう一回ちょっと再現して頂いていいですか 座ららされて、まあ、縛られて縛てもうその子が映るシーンのアップになった瞬間に痛いって <laughs> はっきりと割と結構はっきりと何回聞いてもやっぱりありえない音のトーン人のその声のトーンというかそれ現場とかもえらい空気になったんじゃないですか でも多分全員で共有してたわけじゃなくて多分音響さんと監督さんだけが多分共有しててあま騒ぎになる場合だからで高柳さんもちょっとチェックしてみますかって言われてしたのでちょっっと怖かったですねよくその後撮影続けられましたねしないと終わらないからそこは仕事頑張ろうっていうので。<laughs> うん <laughs> しばらくでも怖かったけど、まあ、そういう心がちゃんと人形にもあるし、まあ、その監督さんも実際にその子の気持ちがすごい流れてくるって言ってたからあんまり怖がらないであげてってすごい言われてなんか怖がったりとか気持ち悪かったりすると余計にこう逆上じゃないですけどしちゃうからあのごめんねっていう気持ちとありがとうっていう気持ちを持って、まあ、最後までやろうって言ってくれたので。 まあ監督はそういう人ででかったすやそ,でうそんなわけないだろうみたいな、うん、雑な扱いずっと,、ね、をっとしてたらもしかしたら、まあ、その後も何かあったかもしれない、ね、いや本当にそうやってね無理やりこう手や足を折ったってことだから、うんうん、れ同じように手や足を怪我してしまうとかってねあ<や>りかねないような話ですよ。うん